ゲームオーバーなんだ、ただのゲームオーバーかい。いや、まあまあまあ、まあ、分かっていたっちゃ分かっていたけど、まあ、一応ゲームオーバーどうなるのか。だから2択だもんね、これ。なんで一番最後2択にしてくれたんだよ。なんで、なんで、なんで5個なの？ワンフォアオールだから。ワンフォアオール精神ってこと？不思議だよ。ジュルリだよ。5個持ってんだ。一筋縄ではいかんの。まあでも間違えても普通にゲームオーバーってことが分かったから、まあ上々。5個なんで5個なの？こんなんさ、このもしもこのクイズ普通にやってたとして、俺5個絶対選べないよ。わたるはシンタのお菓子を全部食べちゃうから、自分のは減らないでみ、ちゃっかりしてるでみ。あ、そういうことか。わたるくんはシンタのお菓子を先に5個食ったのか。いや、不思議な問題やったのら。ゆう先生もクールで賢なのら。いや、これでよかったんか。まあ他の2人はもう死なないから、あとは守るだけなんだよな。守る、チーム守るだけなんだよな。大きなプラス。さあ、次のチームにバトンタッチする前、あ、まあやっぱサンリオを選んだって関係ないんだもんな。じゃあ知識、次はどんな問題なんだ。あ、譲り派チーム、もうこいつらは安泰だもんな。険悪なムード。では問題、この中でまどかにとって一番大切なのは何でみ。バズりネタ、譲り派、脱出、ゆう先生。おい、は私の問題です。しかも人のプライバシーに割とグイグイ来てるタイプの。人の秘密だけバラしておいて自分は答えないってことはなし、ないでしょうね。まあそうだろうな。え、バズりネタなんでしょ、どうせ。譲り派とかじゃなくてバズりネタなんでしょ。バズりネタなんだろ、そうなんだろ、バズりネタ A なんだろ。一番大事なのはさすがにバズりネタなんだろ。で、どうなのよ実際のところ。あー、ま、脱出ですかね。あ、脱出か。まあ、そりゃそうか。本当に自分の秘密だけ隠そうとしてんじゃないの。そんなことしてないです。え、ゆう先生、なんてことないよね。え、もう普通にお前を信じて脱出ネタで行くぞ。 C で行くぞ。だってここで嘘つく意味なんて全然ないもんな。待て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 、いや、時間が時間が時間が、ここで嘘つく意味マジでないぞ。C だよな。 C でいいんだよな。 OK、 C 行こう。何これ、これじゃ進めないじゃない。知らないでみ。でもその扉は諦めるしかないでみ。毎回正解しかしないチームがいると盛り上がりが半減するでみ。ふざけろよ。皆様も全員が接戦になった方が盛り上がるからちょうどいいでみ。うわ、本当は脱出なのに。じゃあもう譲り派にしとくか。ここはな、なんだこれは。答えは B、 譲り派かしら。え、答えられないのよ。全問正解はダメなんだ。なんだこのクイズ問題。譲り派ちゃんだから言ったのに。本当に脱出が正解だったんだ。正直本当のこと言いたくないんじゃないかって疑っちゃった。いやー、もう疑うも何もゴールできなかった。あれはなんか方法あったのかな。一番最後でやってくるはエグすぎるだろ。全問正解はできないのかこのゲーム。ふざけやがってよ。じゃあまあここ選ぶ必要なんて何でもないんだもんね。いや、次はそうだよな、お前らだよな。足引っ張るなよ、お前こそな。ずっと仲悪い。では問題、ハヤテの好きなスポーツは何でみ。空手、サッカー、水泳、ボルダリング、何が好きなの。ちお前スポーツなんてやってたのか。ゲームやってるイメージしかないぞ。え、何が好きなの。サッカー。何が好きなの。俺たちはで、お前は何が好きなの。え、さすがにここはさ、もうゴールさせてくれるでしょ。で、どれなんだ。さあな、お前が好きなのを選べばいいだろ。ふざけんなよ。嘘だろ。ふざけんなよ。あ、くそ。
誰にも言ってないし、もうやめたってのに。俺が悪いんじゃない、俺のプレーについてこれない周りが悪いんだ。ってことはチームプレー。じゃあサッカー、サッカーですね。よかった、サッカーね。だって空手も個人だし、水泳も個人だし、ボルダリングも個人、サッカー一択、サッカーだよ。し、素晴らしい正解デミ。フォワードをやっていたらしいデミ。なんでやめちゃったデミ。フォワードは点取るプレイヤーだもんね、一番前の。俺あんまサッカー詳しくない。お前サッカー好きなのか。でも保育園ではサッカーなんてやってないのに。うるせえ、お前には関係ねえだろ。さあ問題の、じゃあお前らが一番点取ってんじゃん、優秀だな。80点、メダル大量にもらえてるといいな。いやここなんだよな。いや頼むぞマジで、誰も死なないがいいんだけど。大五郎は死んでるけど。大当たりデミ何、え今選んだパネルはチャンスパネルデミ。ほう、実は全てのパネルの中に一つだけこっそり隠されていたデミ。ほんと、それを今見事に引き当てたデミ、おめでとうデミ。あ、やった。でもそういうシステムなんでしょ、よくわかんないけどやったぜ。そのチャンスパネルが出たらどうなんだ。次に答える D チームはなんと特別ボーナス問題に挑戦デミ。問題は超簡単、しかも問題は100点問題の扱いデミ。え、マイナス100点になるってこと。いや100点、それならさっきの30点問題の失点も全部ひっくり返りますよ。確かに。どうだシルバーグリーン、レッドの助けありがたく使うがよい。お前の力じゃなくてただのラッキーだろ。え、どうなんだ、めちゃむずいのか。では問題、戦隊だけが秘密知っている秘密の合言葉は何でみ。簡単じゃないのか。え、それは秘密の合言葉はどういうことだ。ああなるほど、まあ確かに守るとリンリンなら簡単に答えられる問題です。ぐぬぬ、まあそうだけど、何なんだ、なんかあんのか。あ、ひょっとしてヒーローセンターにしかわからない合言葉みたいなやつってことかな。ユウ先生もやったなそういうの。何が秘密の合言葉よ、ダッサくてもいいんて、そいつらが楽しければいいんて。もう BGM が不穏だぞ。あんたたちがたまに保育園の端っこでこそこそやってるのなんてみんな知ってるし。ま、答えがわかるならちょうどいい、今度こそしっかり答えろよ、お前らなら簡単なんだろ。ったく、ヒヤヒヤさせやがって、心配してる。やっぱり守のことはやて。このボーダース問題は特別ゼミ、ダンジョンボックスの中ではなく特等席で答えてもらうデミ。ほう、何、特等席に到着デミ。いや100点もらえたらこんな高いところからみんなを見下ろせるデミ、爽快デミ。え、わかるんだろ守くん、え、わかるんだろ。え、セーブなの。え、わかるんだろ。おばあちゃん知ってる、カッコウはオスだけがカッコウって鳴くんだ。あ、そうなんだ、メスは鳴かないの。それとねフェンシングの試合ってあれっていう変な掛け声で始まるんだ。そうなんだ、そうかい。あ、おばあちゃんが飲んでるそのペットボトルのお茶、ペットボトルのお茶のほとんどにはビタミン C が入ってるって本に書いてあったよ。へえ、そうかい、マモルは物知りだね。えへへ、笑ってる。本当は全部保育園の子たちの輪に入れたら自慢しようと思ってたことなんだ。いやーそっか、でもそういうのってむずくない、お前が知っててみんなが知らない情報言うのって。タイミングを間違えたら結構嫌なやつに映っちゃうしな。でもなんかきっかけがなくて、もし僕の話なんかに興味がなかったらって思ったら結局声かけられなくて。やっぱり本ばっかり読んでてもダメなのかな。いやそんなことないよ、いつかお前のことを好きになってくれる人が現れるって。僕も赤いあの子みたいに誰にでもどんどん話しかけられたら。あー、やっぱ守はシンタのこと憧れてたんだ。転ばぬ先の杖という言葉を知ってるかい。転ばぬ先の杖、これはね、転んで怪我する前に杖を用意して転ばないように準備すれば、つまり前もって用心していれば転んで失敗することもないということわざで。まあこのことわざもさ大事だけどさ、時にはもう怪我するかもしんないけど飛び込むのも大事だと俺は思いますけど。
失敗を怖がらないことだけが偉いんじゃない。失敗を想像してそうならないよう準備するというのも立派なことなんだ。失敗を想像して準備する、そうだとも。そうしたら失敗なんか怖くなくなるものさ。次は保育園の子たちにどうやって話しかけようか、どんなお話なら興味を持ってもらえそうか、そういうことを想像して準備していってごらん。いろんなことを知ってる守だからこそできることだよ。そうすればきっと杖が守に勇気をくれるよ。いいばあちゃん、杖が勇気よ。なるほど。まずはいつもケロットピッピーを読んでるあの子に絵本の話をしてみようかな。あー、作戦通りなんだ。あ、そうだ、なぞなぞの本とかブーメランの正しい飛ばし方とか、ブーメランの正しい飛ばし方教えてほしいわ。使うところあるかわかんねえけど、そういうのも話が広がるきっかけになるかも。まあいろんなこと知ってたらね、会話に困んなくなればいいもんね。博識が一番強い。戦隊だけが知ってる秘密の合言葉は何？とても簡単なクイズです。僕はその答えをいつも心の中でピカピカに磨いているものですから、すぐに答えて文句なしのプラス100点、きっとたくさんのメダルをもらえるでしょう。僕とリンリン君で山分けして、シンタ君や休憩所の皆さんにも分けられる。シンタ君がボーナス問題を引き当ててくれて本当に助かりました。なんだ、何が気になんだ。そんな風に考えられたら楽だったのかな。どうしたどうした。無理だよ。僕は想像して準備してしまう。僕が秘密の合言葉をみんなの前で答えたらどうなるのか。え、なになになに。シルバー、なんで合言葉をバラしたんだよ。うわー、そうはならんて。嘘だろ。いやでもそうなのか。マモルはやっぱシンタのことが大好きだから、シンタとの約束を優先するのか。みんなの命とかよりも、みんなの命とか、まあリンリンの命もそうだけど。いやでもリンリンがいるぞ。守る一人ならわかるけどさ、リンリンがいるぞ。自分の命とかリンリンの命とかよりも、守るはシンタとの約束を守りたいんだ。秘密の合言葉は戦隊以外には誰にも言うなって言ったじゃないか。だからシンタグヌヌとか言ってたのか。いやでも状況は大事だろ。言ったらライカ。まあまあ、あの時はそうするしかなかったです。それに、いやもうそうするしかないだろ。頭脳派シルバー、秘密漏洩、しっかりバズりネタの予感もするですよ。守くんだって嫌々だったんだよ。うえーん、でもこの秘密基地はもうダメだ。秘密を守れない奴がいるんだから使えない。わー、そっか。だから守的には初めてできた友達っていうか自分の居場所なのかな、ここは。だからなくしたくないのか。そのために死ねるのか、お前は。新しい秘密基地を作るしかないな、シルバー。いや守は抜きで。いやそんなこと言わないって、シンタ。絶対秘密を守れないヒーローはヒーロー失格なのは。まあそれはそうです。情報は命より重いです。守くんにヒーローはちょっと早かったのかも。言わない言わない、こんなことみんな言わないって。こら、何やってるんだ。こんなところで勝手に遊んだら危ないだろ。皆さん反省するまでお庭で遊ぶの禁止です。その面も没収です。そんなこと言わない、ルミ先生たちも絶対。うわー、逃げろ。いやもう悪党、お前らヒーローじゃなくて悪党になってる。ほら取り返しのつかないことになる。いや考えすぎだって、たまにはバカになれよ。じゃあまた問題に答えないつもりか。いやそうだよな、ここで答えなかったらリンリンが死ぬぞ。だって秘密の合言葉はこの戦隊にとって大事な秘密なんです。いやお前らの命より大事な秘密なんてない。僕がこの手で皆さんを悲しませるようなことは。バカか、問題に答えなきゃマイナス100点だぞ。そっちの方が何倍も怖いだろ。え、うわー。いやそうだろ、だってお前一人ならまだしも、マジでリンリンはどうすんの。はあはあ、リンリンは大事じゃないのか。落ちるのは怖いだろ。この問題に答えなきゃこうなるって僕なら簡単に想像できるはずだ。じゃあなんで迷ってるんだ。僕はバカになっちゃったのか。いやそれよりもだろ、落ちることが怖いよりもリンリンがいるぞ。僕はさ、考えすぎなんだよ。考えすぎているから気にしなくていいところまで勝手に想像して必要ない準備をしてるんだ。秘密の合言葉なんてくだらないごっこ遊び。この状況でこの問題に答えたからって僕を責めるやつなんてどこにもいない。どこにもいない、迷うところじゃないんだよ。頭のいい僕ならわかるだろ。いやそんなことより、リンリンは眼中にないのか。わかってますよ。今は秘密の合言葉を答えるしかないってことくらい。まあわかるよ、保育園のみんなと仲良くなれたのも、憧れのシンタ君に仲間に入れてもらえたのも。そっか、シンタは憧れだもんな。想像して準備する転ばぬ先の杖のおかげ、
これがあるから僕は今まで勇気を出してこられた。僕にとって大事な言葉だよ。でもそのせいでこんな当たり前の選択すらできないって言うのなら、もう邪魔でしかないんだよ。いやでも実際さ、これ秘密の合言葉言ったからってさ、この状況だぞ。シンタわかるだろ。まだ大五郎がさ、犠牲になってない状況ならさ、どうなるかわかんないから、いやそこで秘密ばらしたんかよみたいな話になるかもしんないけど、もう大五郎みたいな犠牲者が出てんだから、答えなかったら死ぬってわかるから、シンタも絶対大丈夫。シンタが言えよ。守る言えって言えよ。秘密よりお前らが大事だって言えよ、シンタが。だからこんな世界はそろそろ卒業しよう。邪魔にならないように壊しちゃおう。ここ壊す。こいつら全員を僕の想像の中から追い出せば、もう誰に気を使う必要もなくなる。心置きなく問題に答えられるだろう。それともまた100点分落ちるところを想像してみるか、僕。いや、やめてください。いや、答えていいだろ。別に答えていいって。そうですよ。やるしかないんです。今は問題に答えなくちゃなんだから。いや、そうだよな。答えろよ、普通に。心の秘密基地から戦隊の仲間を追い出せ。俺こそがヒーロー戦隊のレッド、戦隊の中でも最強なのだ。シンタ君は僕の憧れ。本物のヒーローのように勇気があって何にでも飛び込んでいける。ちょっと危なっかしいと思うこともあるけれど、それをまた戦隊のレッドらしいんです。一人よがりなやつはそんなことは言えない。うわーうわー、言わなきゃいけないんだ。ごめんごめんごめん、言う。無理するなよ、怖いんだろ。こんなごっこ遊び一度捨てればすぐになれる。あーセーブだな。追い出さないパートあんのか。僕はクールで賢なブルーなのら。渡くんは甘い上手です。悪い意味ではありません。ニコニコ元気で人によりかかれる彼は、僕よりずっと上手に人と仲良くできる。ずるいやつだ。周りの人は笑顔にできるんで、そんなこと言えない。え、拒否し続けたらどうなる。変わらないのか。あー変わらないな。いい写真が撮れました。これはバズりまくりです。まどかくんはムードメーカーです。まどかムードメーカーなの、本当に。シンタ君に巻き込まれながらもしっかり戦隊の活動に付き合ってくれますし、そうなんだ。バズりのためならどこへでも、あの前向きな姿勢に元気をもらってます。うるさいやつだ、そんなこと言えない。まどかが一番戦隊ヒーローとして活動してないのかと思ってた。リンリンは、リンリンのこともなんか思ってんのかお前。さすが守くん詳しいんだね。ケロットピッピーシリーズの新作は読んだ。リンリンくんは優しい心の持ち主です。誰よりも周りをよく見ていて、誰よりも人の痛みに敏感です。そして彼女とは気も趣味もある。保育園で一番心を許せる相手かもしれません。冴えないやつだ。わあ、そんなこと思ってんの、そんなこと言えない。え、本当の守るってやばいやつなの。自分が成り上がるためならみたいな。あーもう選ぶしかないんだな。自分が出てくとかそういう選択肢はないんだな。じゃあないな。ごめんよみんな、出ていけこっから。な、何をするにもバズりバズり、そんなの物事数字で判断してるだけです。本当はドライなのにうるさいだけですよ。あなたのことなんてもう考えません。そんなこと言うのはもう知りません。もっとバズるもののところに行くです。え、だってさ、守る、あ、なんだ、パープルのお面が落ちてる。いやー壊さない。うわー壊すんだ。守る、お前不器用すぎるって。不器用すぎる。もっとあるって方法は。もっと上手に生きていけよ。ずるいやつだ。それはつまり周りに甘えてるだけで自分では何もしないということで、そんなことないって。ちゃっかりしていてずるいだけですよ。あなたのことなんてもう考えません。なんでそんなこと言うのら、ひどいのら。いや、ずるく見えるやつらってさ、ちゃんと自分の中での立ち回りとか考えてやってるだけだと思うんだよな。まあ本当に天才みたいな、天性のずる賢さのやつはいるかもしんないけど、さえないやつは。もう僕はもっと勇気にあふれていて、細かいことにとらわれない人になりたいんです。優しさなんて地味でさえないだけです。あなたのことなんてもう考えません。本当か、泣いてる。そっか、ごめんね、私なんて邪魔だよね。そんなことない。え、だからリンリンのこと軽く見てんの。マジマジか。独りよがりなやつだ。
ヒーローというお面を取ったら、そんなのはただの乱暴なだけです。一人よがりで威張ってるだけですよ。あなたのことなんてもう考えません。一人よがりじゃなくない？だって5人の仲間がいるじゃん、俺たちには。そんなことない。そんなこと言うやつはヒーローの敵だ。いや、みんなの本質を見てなくない？お前はお面を壊す。ごめんなさい。いや、もっとみんなの本質を見ろよ。まずは一つ、その調子でどんどん壊すのだ。壊していくか。いや、これでいいのか。守る。二つ終わったの、とりあえずあと半分だ。守るよ。考えすぎだと思うけど、守る。守るがなんか若干バグってんだけど。レッドの目を、わあ、めっちゃ泣いてる。いやー、ごめんなさいって。あー、そっか、守るが壊れちゃった。これで僕の心の秘密基地から余計なものがなくなったな。当たり前の選択するだけでこんなに苦労するなんて僕はダメなやつだよ。でもよかったな、これでもうあれこれ余計なことを考えなくて済むぞ。シンタ君みたいに後先考えずに突っ込めるヒーローになれるぞ。いやー、これでよかったか？許してくださいなんて言えません。でもこうするしかないんです。答えなきゃもっと大変なことになるから、こうするしかないんです。いや、全然そう、考えすぎ考えすぎ、本当に。だってリンリンも守れるぞ。さあ、こっちに来いよ。問題に答えよう。ここからが本番なんだから。いや、答えようよ、普通に。全然答えていいと思うけど。こんなドラマを作らなくてもいいけど、全然。では、ワン・フォー・オールを少しいじった合言葉を考えましょうか。さあ、一人一人の力を合体させて5人の最強の合言葉を考えるぜ。ふむ。そうだ。この戦隊が5人であるということから、ワン・フォー・オールならぬ、ワン・フォー・ファイブはどうでしょう？あ、いいね。ワン・フォー・ファイブ。いいじゃん、それにしようぜ。本当に意味わかってるです。いいんだよ、かっこよければ。シルバーが合言葉の生みの親だな。生みの親だな。僕が。わかりました。僕はワン・フォー・ファイブの合言葉に恥じない5人のために力を尽くせるヒーローになります。いや、この5人のためにってリンリンも入ってるじゃん。守るくんやったね。みんなもわかったな、合言葉はワン・フォー・ファイブだ。戦隊だけの秘密の合言葉だぞ。ブラックにもルミ先生にも秘密だぞ。ブラックは戦隊じゃないのか。約束だぞ。わあ、そっか、秘密の約束しちゃったのか。いや、不器用すぎるってお前。ごめんなさい、シンタ君。僕はやっぱり弱くて臆病だから、もうヒーローではいられないみたいです。いい、そんな。でもこれだけは本当なんです。もし僕にもシンタ君のような勇気さえあれば、いや、勇気があってもここは答えるって。僕はずっとシルバーでいたかった。ずっとシルバーでいたかったんです。いや、でもリンリンがいるよ。わあ、もう答える、絶対答える。こんな答えない選択肢ない、普通に。わがはあります。わある。ラ赤サタの浜やら、わがないんだけど、わが、わあるか、これ。ワン、あ、ワあったわ、普通に。ワン・フォー・ファイブね。ワン・フォー・ファイブ。ワ、ちっちゃいアだったっけ。ファイブね。これでいいんだよ、これでいい、全然。秘密の合言葉はワン・フォー・ファイブ。あー、伸ばし棒 いるのか。もう答えるしかありませんよ。あ、わかったわかった。ワン・フォー・伸ばし棒ファイブね。いや、もう答える、答えていいよ。だってここ答えない理由ないもん、全然ない。ワン・フォー・ファイブ。いや、これでいいぞ。なんでそこまで泣いてんだよお前は。秘密の合言葉ワン、ダメ。なんでなんで、誰が、なんで、リンリン、なんで、残念、時間切れでも、なんで嘘だろ、なんで。 D チーム、なんとボーナス問題で不正解、マイナス100点決定でも。
ごめんなさい、マモルくん。でも私わかるから、そっか。マモルが、なんでこんなに悩んでるのかはリンリンはわかるから、リンリンが止めたのか。お前らマジか。マモルくんにとってこの問題がどんなに辛い問題か。だからこのままじゃマモルくんの心が壊れちゃうって思って、ついそういうことか。だからさっきの問題でシンタをマモルが守ったように、今回はリンリンが自分の命を通してマモルを守ったのか。私のわがままに巻き込んで足引っ張っちゃった。いやお前ら死ぬんだぞ今から。ありがとう。これでよかったか。ありがとうリンリンくん。え、リンリンくんの言う通りですよ。あと一歩で僕は一番大事にしたいものを自分で壊してしまうところでした。そうなの？とても怖くて辛くて悲しくて、でもそれが当然の選択だからって。でもリンリンくんが止めてくれました。僕をヒーローのままでいさせてくれてありがとう。でも隣にいるリンリンを守れなかったら、それはお前ヒーローなのか。やっぱりリンリン君はケロットやピッピーのような、いつでもハートを大事にできるすごいヒーローですよ。あ、私、ケロットやピッピーみたいにできてたかな。ええ、本物みたいでした。あ、別に口がへの字だなんだと言ってるわけではなく、言ってたのこれ最初から。ハートの話ですから。いや、お前これでお前ら死ぬんだぞ。笑ってんじゃねえよ。なんで？いやー。俺たち大人には分かんない思いがあんだ、そこには。いや、シンタ。バカ野郎。え、だってシンタたちのさ、これからのこととか考えたらもう答えるべきだろ。最後にとんでもない展開もあって、大盛り上がりだったデミ。これにて全部の問題が終了デミ。各チーム最終得点によってもらえるメダルの数が変わるデミ。ただし得点がマイナス100点と最後の最後でマイナス30点を下回ってしまった D チームはゲームオーバー決定デミ。そっか、じゃあ元より救えなかったのかこいつらは。死んでいく運命だったのか、大五郎と同じで。追加でメダルを払えばどうにかなるとかそういうのはないのか。ないデミ、ルールデミ。最悪だよこんなの。シンタ君、どうしたシルバー。僕はシンタ君の戦隊にふさわしいヒーローでいられたでしょうか。バカかよ。ああ、よくやったぞシルバー。グリーン、お前たちは我が戦隊の秘密を守った立派なヒー。うわー、ゲームオーバーで。うわー、最後の言葉ぐらい。わー、ギリで卵なんだ。うわー、もう戻らねえのか。えぐ話じゃんこれ。ブロックアンサー大盛り上がりで終了デミ。皆様ありがとうございましたデミ。ガチか。1パートずつどんどん死んでいくのか子供たちが。いやこれは救えないよ。また何もできなかった。いやあれは無理だろ。じゃあどうすればよかったんだよ。俺が何かしてればマモルとリンリンは助かったかもしれないって言うなら誰か教えてくれよ。俺はどうするのが正解だったんだよ。いやーないよ、あれはもうシンタが言えって言うしかなかった。お前たちの命の方が大事だ、言えって言うしかなかった。もっと早く、もっともっと早く。わあ、マモルのこと大事に思ってたんだもんな。復讐に燃えねえかこっから。あやて、みんなでクリア しましょうねって約束守れてねえのお前じゃねえかよ。寄せ書きとやらを書くんじゃなかったのかよ。仲間みんなで協力助け合い、その結果答えられる問題に答えられないまま一番頭のいいマモルが脱落。はっ、そういう甘い考えはやっぱりここじゃ足元を救われるだけなんだ。それがようやくはっきりした。あー、クリオン捨てちゃったよ。先に投げ出したのはお前だからな。
俺は誰の力も借りねえ、誰にも期待しねえ。俺は一人でこのゲームを攻略してみせる。わあ、まあそうなるわな。ハヤテの気持ちはすげえわかるわ。友達が約束のために死んだのならそうなるわな。なんでだよってなっちゃうもん。俺も答えられた問題答えずになんでだよってなっちゃうよ。いやきついな、きついお話だったな。もうきついわ、ただ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 きつい。約束とクレヨンか、そっか、全部ハヤテじゃん。ハッピーエンドになるのか、うわ怖。というわけで第2話終わりですね。これでこれ間違えてたらどうなってたんだろう。他の守るたち以外が間違ってたら、ウミネコ、いや俺は D だと思うぞ。まあまあまあ、ウミネコで行くて。お前は D だと思ってもウミネコで行ってどうなるか見てみようぜ。挨拶でしたデミ。あーオッケーオッケー。これでマイナス30点になるけど、シンタたちも。ああ B チームマイナス20点によって超えてはいけないラインを超えてしまいましたデミ。悲しいけどこんなに間違えたらゲームオーバーデミ。あー単純ゲームオーバーか。じゃあここで死ぬのはマモルとリンリンだけなのか、他のやつら死んで進むみたいなことはないのか。うわー、そっか、じゃあ俺が選ぶとかじゃねえんだ。誰が死んでいくか誰を生かすかを俺たちが選ぶとかじゃねえんだ。というわけでマイマイマイご縁ここまでにしようかな。次回に続きます。